ジェームス・マーフィーは、アメリカのミュージシャン、DJ、音楽プロデューサー、エンジニアである。ソロプロジェクト LCD、サウンドシステムのボーカルであり、インディーレコードレーベルの DF レコーズの創設や、音楽プロデューサーチームザ・ DF の活動で、ダンスパンクの第一人者として知られている。バンドの他には、DJ として、ツアー、作曲のか音楽プロデューサーや、 レコーディングエンジニアとして活動している。1970年2月4日、アメリカニュージャージーで生まれる。子供の頃は、ジョン・レノンなどを愛嬌していたという。若くして、両親を亡くしたジェームスは、クリスマスに、おばから11歳の時から欲しかった、オックスフォード大辞典シリーズをプレゼントされる。昇進のジェームスは救われた気持ちになったといい。 言葉や言葉による表現にのめり込んでいく。その後ジェームスは脚本家を目指すようになり、そのために学校に通っていた。21歳の時には人気コメディー、隣のサインフェルドの脚本チームに抜擢されたもの,の自らオファーを断っており、人生の失敗の一つだったとインタビューで答えている。ジェームスは LCD サウンドシステム結成までに3つのバンドを経験している。 1988年から1989年は、フォーリングマンというバンドで活動、アルバム、エイクリスニングを残して解散している。1992年からは、ポニーというバンドで、ドラマーとして活動する。1994年にアルバム、コスモバリデーターを、ファイアレコーズからリリースするが、同年解散している。 1995年から1997年にかけてはスピードキングというバンドでドラムを叩いており4枚の7インチシングルをリリースした。また彼はスティーブ・アルビニーやボブ・ウェストンの下でエンジニアとして修行していた経験がありレコーディングの仕事も積極的に行っていた。1998年にはサブポップからリリースされた。 シックスフィンガー・サテライトのフォースアルバム、ローブルインズでプロデューサーを務めている。1990年代後半、ジェームスは、バンド活動をやめて、自分のスタジオを作り、レコーディングの仕事で生計を立てるようになる。そんな最中エンジニアとして参加していた、デビッド・ホルムスのアルバム、ボー、ダウンツーザイグジットサイン制作中に、アンクルとして活動していたティム・ゴールズ・ワージーと出会う。 意気統合した二人は共通の目標となったロックとダンスミュージックのクロスオーバーを目指し、マインハッタンのロワーアイーストサイドのクラブでパーティーを始めた。1999年ジェームスとティムはプロデューサーチームザ・ディエフェの活動を始める。2001年6月、レディオ4のシングル、ダンス・ツー・ザ・アンダーグラウンド、翌年のアルバム、ゴッサムをプロデュースする。 この年マネージャーのジョナサン・ガルキンと出会い、9月に3人で DF レコーズを立ち上げる。2002年、ソロプロジェクトである LCD サウンドシステムの活動を開始する。2011年の解散まで LCD サウンドシステムの活動で忙しい状態が続くが、同時にザ・ DF としても忙しくなっていく。9月、ザ・ラプチャーの ハウス・オブ・ジェラス・ラバーズをプロデュース。翌年9月には、デビューアルバム、エコーズをプロデュースする。この年 DF から、リリースされた、LCD サウンドシステムの、ルージング・マイ・エッジ、レディオ4の、ゴッサムと共にヒットし、ダンス・パンク・ムーブメントの第一人者として、広く知られるようになる。2004年、ムンクの、キック・アウト・ザ・チェアーズにゲストボーカルとして参加する。 2005年8月、ザ・フアン・マクリーンのデビューアルバム、l e s ンヒュ a n Human をプロデュースする。収録曲、Give Me ーリトルシ Little s i n に、ボーカルで参加する。2006年4月、シット・ロボットの、トライアンフにゲストコーラスとして参加する。2007年8月、ロンドンのクラブ・ファブリックが、マンスリーでリリースしている、コンピレーションシリーズ・ファブリック・ライブミックスシリーズの、 ファブラクライブ36を担当し、ジェームズ・マーフィーパッド・マホにニー名義でリリースされる。2008年3月、ザ・フアン・マクリーンのハッピー・ハウス翌年のアルバムザ・フューチャー・ウィル・カムをプロデュースする。8月、MIA のペーパー・プレーンズを発表する。DF 名義のリミックスだがジェームズが一人で作業を行った。このリミックスは映画 スラムドッグドルミリオネアで使用され、サウンドトラックアルバムにも収録された。2010年3月、フリーエネルギーのデビューアルバム、スタックオンナッシングに、プロデューサーとして参加、一部の曲ではベースを演奏している。5月、ノア・バームバックが監督する映画、ベン・スティラー人生は最悪だ。の、サウンドトラックを担当し、サウンドトラックアルバムが発売される。 2011年4月2日、LCD サウンドシステムはラストライブを行い活動を終了する。ツアーで忙しい日々を終わらせて他のことに挑戦したいと感じていたようでコーヒーショップをオープンしたい、小説を書いてみたい、映画を撮りたいなどとメディアに語っていた。解散後は DJ として世界各国に出向いたり、プロデュース業やリミックスワークも続けている。 2012年1月、リック・アルバーシン監督の映画、ザ・コメディに出演する。同じ月、LCD サウンドシステムのラストライブとその裏側を撮影したドキュメンタリー映画、シャラッププレイザ・ヒッツがサンダンス映画祭で上映され、10月には映画とライブ映像を収録した3枚組のブルーレイ、DVD で発売された。2月、ゴリラズのシングル、 ドイヤシングにゲストボーカルとして参加する。12月、パルプがクリスマスにファン向けに配信した新曲アフターユ You をプロデュース。後に12インチなどで発売される。2013年10月、デビッド・ボーイのラブイズロストを発表する。同じ月、プロデューサーとして参加したアーケード・ファイアのフォースアルバムリフレクターが発売される。また同月、ジェームスが 初めて監督、脚本を務めた、ショートフィルム、リトルダックを発表した。この作品は、ロンハワード主催のキャノンプロジェクトイマジネーションの企画として制作されたもので、ウェブサイトで公開された。映画は日本を舞台としており、金子の明秋、勝也大森達志らが出演した。映画のエンディングテーマ、マイプロブレムフレンドイズルーイニングアワーナイトは、 ウィーストという名義で制作された楽曲で、チルディッシュガンビーノ、サムスピーゲル、ジェームズ・マーフィー、ファット・リップ、レジー・ワッツがクレジットされている。2015年12月24日、LCD サウンドシステムは、新曲、クリスマス・ウィル・ブレイク・ユア・ハートを突如発表。2016年1月には、春に行われるコーチ・エラ・フェスティバルへのヘッドライナーでの、 参加を皮切りに、年内のアルバムリリースを行うと公式に宣伝する。3月27日、28日に、ニューヨークのウェブスターホールで、バンドのウォームアップを兼ねた、招待制のライブを開催。4月15日には、コーチェラ1日目のヘッドライナーとして出演し、復活を遂げた。スタジオアルバムスタジオアルバム EP、シングル EP、 シングルコンピレーションアルバムザ・ DF 名義の作品は、ティムか、ジェームス片方のみ参加で、もう片方が関わっていない場合があります。リミックスアルバムザ・ DF 名義の作品は、ティムか、ジェームス片方のみ参加で、もう片方が関わっていない場合があります。A.B. ジェームズマーフィー LCD サウンドシステム t e m S Master Mind Hits h a ズ d with His New a ー b u m The n 2013年10月12日閲覧。AB s n o o t e r 079-2010P62P65AB Cookie Scene Vol.41-2005P24P29I s p e a k a s A Lifetime Failure 2013年11月1日閲覧。Articles You Are There The Complete LCD Sound System Features Pitchfork 2013年10月12日閲覧。A.B. スヌーザー 035-2003P102P107A.B.Behind the scenes at DFRA。2013年10月12日閲覧。ムンクフィーチャリング、ジェームズ・マーフィーナンシー・ワング、Kick out the chairs at Discogs。2013年10月12日閲覧。ジュアン・マクリーン、ザ・レスザン。 ヒューマンアットディスコグス。2013年10月12日閲覧。シットロボット、ロングギャラクシーアットディスコグス。2013年10月12日閲覧。ジェームズ・マーフィー・グリーンバーグ、オリジナルモーション・ピクチャー・サウンド・トラックアットディスコグス。2013年10月12日閲覧。ドキュメンタリー・フィルム、シャラップ・プレイザ・ヒッツ。 2012ゴリラズコンバーストゥギャザーエイティラストドイアシング2013年10月12日閲覧 A バンドのパルプがアフターユーを公開ジェームス・マーフィー・プロデュース・アーマス2013年10月12日閲覧ザ・フィルムコンテスト・ウィナーズ・ショーケースカノンロングライブ・イマジネーション2013年11月1日閲覧アーティクルズ LCD サウンドシスティムシェアニューソングクリスマスウィルブレイクユアハート2016年1月6日閲覧アーティクルズ LCD サウンドシスティムツーリリースニューアルバムディスイヤージェームズ・マーフィー・エクスプレーンズ・リユニオン2016年1月6日閲覧 LCD サウンドシスティムファーストリユニオンショービデオフォトスセットリストモアピッチフォーク 2016年3月28日閲覧。ありがとうございます。